1 for the 勇気、 2 for the 度胸、 3 for the 覚悟、 俺がバクト。長さん、長さん、寝てんすか？もう昼寝だよ。僕ちょっと YouTube 企画になるかなとか思って、うん、ショートメールあるじゃないですか、電話番号とか、うん、あれになんか架空請求みたいなメールってよく来るじゃないですか、うん、来るね。来ますよね。俺も来るよ、はい、うん、あれちょっと僕 YouTube の企画になるかなと思って電話かけたんですよ、うん、そしたらなんか本当にちょっと揉めちゃって、うん、で今日かけ直せみたいな感じになってるんですよ。今日、はい、今じゃないとダメだ。まあ、まあまあ、うん、せっかく中村さんいるんで、うん、なんで僕一人だとちょっと心細いしらち開かないんで中村さんに退治してもらおうかなと思って。今架空請求、はい、何したの、何の内容なの？まあなんか動画をこう視聴するようなこうワンクリック詐欺みたいな感じの架空請求なんですけどが来て、はい、動画を視聴しましたと。はい、でその動画の視聴っていうのは何の動画の内容なんだよ。いやなんかまあ例えばまあなんかちょっとあの、うん、エロ系の架空請求みんなやるやつじゃねえかそれ。人もやるだろ。実際見たんだろ本当は。いや見てないです見てないです、全然見てないです。そうは言ったってよお前。そうじゃなきゃなんか火のないところに煙は立たぬというか、本当はチラッとでも一回クリックはしたんだろ。いや見てないです、だって架空請求ですから。なんかモザイクがなんたらとかさ書いてってさ、はい、ちょっとムラムラっとしてなんかおっしゃったりしてないの？やってない？本当はお母さんとかに誓える？いやちょっと見ました。ちょっと見たろ。ちょっと本当ちょっと見たろ。はい。本当ちょっと見ました。そう言えば力になってるよ。だったら素直に認めれよ。だいたいよお前警察の前でみんなやってねえって言うんだよ。やってねえって言うけど本当最後証拠とか出ちゃえばちょっとやりましょうになるんで。ちょっと見ました。ちょっと見たろ。ちょっと見たっす。って言うんだったら俺も力になってやるよ。はい。いいっすか。うん、いい。電話かけるの？かけます。はい。ああじゃあ俺がかけてる聞く意に変分してやれるんだろ。いいっすか。ああいいよ。ちょ今かけます、ね。ではありがとうございます。株式会社ダイナマイトを差し上げたまわります。あ、もしもし。はい。昨日電話をもらって、はい。なんかその18万なんちゃらっていう請求がちょっと来てて、はい。それの詳細をってことで、まあ今日改めてちょっと連絡くださいっていうことなんで連絡した菊井と申しますけど。はい。そうしましたら情報をお調べしますので、お名前、フルネームと、お電話番号をお願いいたします。フルネームっていう。あ、いいです、いいです。菊井大地。はい。電話番号が、今表示されてると思うんだけど分かるかな。はい、その番、はい、その番号です。はい、はい。はい、お調べいたします。少々お待ちください。はい。出てる人ちょっと違いますね、うん、はい、声変わってる、はい、すみませんお待たせしました。試したところ菊井大地さんまでサイトに申し込みいただいてまして、今回が初めての料金の方が未納となっておりまして、うん、そちらの詳細をお伝えさせていただきます。内容がですね、今回未納の料金が18万1800円。18万1800円。はい、うん、こちらは弊社の方に、お振り込みいただきたいのです。お振り込みが、PayPay の送金でも対応しておりまして、今からお振り込みの口座をお伝えさせていただくのですが、大丈夫ですか？ちょっとそれは最後に回してもらって、はい、ちょっとその詳細を引き続き説明してもらいたいんですけど。詳細というのは、動画の内容といった形で。まあそうだね。何のそもそも支払いなのかをちょっと知りたいなと思って。はい、ですね、アダルトサイトを。アダルトサイト、いや見てねえな。こちらの内容で菊井大地様という名前で会社にご登録いただいていると思うんですけれども、いや動画は見てねえな。一応こちらに履歴が残ってまして、うん、見てない方へのお電話はないので。なるほど。はい、動画の内容の、そうだね、どういう内容かちょっと教えてもらっていいですか？はい、アダルトサイトで、マイオーズカリビアン呪われしペインスといったタイトルになってまして、こちらは覚えはあります。もう一回いいですか？カリビアン、ノーマレシュフェイズです。なるほど。っていうのをまあ見たと。詳細に関しましては10秒500円で。10秒500円。はい、こちらが、計、18万1800円となっております。ってことはまあ1時間ぐらい見たってことになってますね。ですね。いずれにしろ見てないから、やっぱそれに払うってことは逆にできないから、振込口座とか聞いても意味ないのかなって思うんですけど。と言われましても、うん、こちらもご登録いただいている以上料金を支払いいただけないと、こ
ちらも困ってしまうので、うん、でも登録していることへ今払えって話だけど、見てないっていうものだから登録の料金なそれ。さっき今1時間見たって言ったから、はい、見たことへの支払いって言ってたけど、登録っていうのを今言ってるのどっちなの？登録してご視聴いただいてる履歴がこちらに印象残ってます。だからそれが合計18万だって言ってるのね。そうですね、18万1800円になります。なるほど、はい。もうでもこれよくあるあの詐欺じゃねえのかなって思って、ワンクリック詐欺っていうのなんかちょっとわかんないんだけど、でもいるじゃないですか。俺なんか知ってる人、逆にやってる人いるんだよな、はい、そういう業者さんでしょ。だってで、そういった形じゃなくて、うん、でしっかりと、ご登録いただいた後に、ご視聴いただいたお客様に、うん、こちらの請求額を出させていただいて、お振り込みいただくという形を取らせていただきます。なるほど、はい。手払いってはできるの？は、一応振り込みのみとなっております。振り込み、はい。その会社名はさっき言ったその最初のなんだっけ、ダイナマイとか。なるほど。再度ご確認なんですけど、うん、登録いただいたのは間違いないですよね。いやー、登録はしてないな、間違いない。登録されていない、うん、もしかしたら何かほら触れた原因でちょっとクリックされちゃったけどみたいなのはあるのかもしれないけど、それが登録だって言われるんであればそこをしっかり裁判で争ってもらいたいし、ポチッとしちゃったよが登録なんだっていうなら、それが法律的にも登録と認められるんであれば、いやそれがもうあれだよ、お金はもうね、捨てるほど持ってるから、別にそれが100万でも200万でも払えばいいわけでしょ。そしたら本当にそれが登録だとしたらね。だけどそうじゃないって認められるんだったら、逆にこれはもうキャンセルで終了なわけだから、そういうことはもう出るとこは出て大丈夫だよ。まあそういうことだよ。だからまあちょっと今さ、なんかうーん、怒るとかじゃないんだよな、やっぱりちょっと違う、うん、おかしいからおかしいと言ってるだけだから、はい、まあ、それで終わってもらうって感じですよね。それでこちらも、はい、わかりましたと引き下がることはなくて、うん、はい、皆様その対応で、はい、わかりましたってこちらが引き下がってしまって、料金は皆さん見通りになってしまって、うん、はい、なんか 上の人とかいるの？上の人とかその辺をこうキャンセルを、ね、決定できる人間とかいるんですか、そちらには？いる？上司今いる？上の人がいたらちょっと変わってもらっていいですか？あ、わかりました。はいはい、はいはい、いいですか？あ、はいはい、はい、わかりました。丸山と申します。あ、丸山さんですね。はい、丸山と申します。あ、上司の丸山さんなんですね。さっきのは佐々木さん。佐々木ですね。部下は佐々木で、そちらは丸山さん。丸山と申します。内容と申しましてもご理解いただけない感じですかね。だからそもそも自覚も記憶もねえから、だから払う気はねえんだよな。でそもそも話し方っていうのが、話し方払えって言ってね、こっちは払えって、その18万1000を払えってこっちが言ってんね。ああ、払わねえとどうなっちゃうの？払わねえじゃなくて、うん、こっちは電話をわざわざしてるんだから、この時間を取ってね、うん、結局そこを払ってもらわないと、それも証明でやってるもんだから、うん、電話かけてんな、こっちだぞ。でもいや、だからそのこっちの部下を使ってね、うん、電話をしてる中で、うん、結局払わないで電話をされても、うん、じゃあ やるかやらねえかみたいな話すんの？こっちはするよね。ああ、なるほど。じゃあ取れたてに来れるの？だから住所もね、さっきも話した通り住所もこっちも把握してるし、把握、じゃあ逆にこっちも住所把握させろよ。住所どこだよ、住所どこだよ。だから、あ、東京都。東京都、言えるんだな、言えよ。東京都。うん。ね、これがね、うちの住所だから。あ、言ってんだな。変わらないよ。じゃあ今これ切った後行くよ、すぐに。あ、いいよ、いつでも。うん、それで行って話しようぜ。そしたら。な。いいよ。手っ取り早いだろ、だからな。払う意思はねえ、そっちは払え。これいつになってもキリねえから。ちゃんと話してやるよ、そしたら。だからそれでいいのかな、本当に。あ、いいよ、いいよ。直接行っちゃっていいんだね、じゃあ。直接行っちゃうよ。大丈夫だよ。直接じゃやるよってことだね。直接やりやっちゃう。ああ、じゃあもうその時点で、うん、もう、まあ、料金も一応準備しといてもらってね。まあいいよ、ちゃんと耳揃えて納得がいったらその場で払ってやるから。お前、その佐々木と丸山二人揃って待ってるよ、そしたら。はいよ、二人。よし、じゃあしっかりこの後すぐ行くから。もうすぐ、じゃあすぐ来るんだな。ああ、すぐ行くよ、待っとけよ。うん、じゃあ。今すぐ行くから。そこで払うか払わないか決めてやるからな。だから払うか払わないかそこで決めてやるじゃないですか。じゃあいいよ。おらちゃうからよ、これじゃあ。だってじゃあその証拠だから、なんかその登録だの全部見せてもらって、全ての取引として納得いくんであれば払うけど、
そうじゃなかったら逆に18万1800円、そっちも払ってもらっていいか。なんでこっちが払うんだよそれを。いやいや迷惑料だよ。迷惑料なんか取ってんじゃねえよ。こっちが取るんだよ迷惑料はよ。いやいやいや、おい、わざわざ俺がお前の行くんだぞそこまで。何がそんな自分が来るって言ったんだろうね。だからよ、そこ住所しっかり調べ上げて、お前らがいるか二人きっちり並んでもらって、説明と証拠が出てきたらきっちり払うし、出てこねえんじゃお前らが18万1800円払えよ。話なんか別にねえだろ、そっちだって話はもともとねえんだからよ。じゃあ今からすぐ行くから待っとけよ。いやだからやるかやらねえか決めるって言ってんだろ。だからおい、昼もすんだよお前そんな。行ったら行ったら分かるだろどうするかなんてよ。どうせ来ねえだろ、大体スレス来ねえんだよ。いやお前らこそよ、大体払えって言ってよ、住所教えるやつそこに住所ねえんだよ大体よ。じゃあ調べろ、今の日も調べろ。そんなようなやついっぱいいるからよな。ねえだろそんなの。しっかりお前どうするよ、もし俺が同業者だったらよ。お前そのぐらいの覚悟あんだろう。なんじゃそしたらどうなるか俺分かんだろう、この後。俺分かってたらな。おたくらが逃げることになる場合もあるぞ、大丈夫か。まあしっかりこっちも耳揃えて持っていくから、そっちも耳揃えて18万1800円用意しとけよな。いやどうせ逃げるだろう、逃げるからいいよ、これ裁判でいいよ。もう裁判にするか。んじゃ裁判でいいよ。まあいいよ、じゃあ今すぐ行くからとりあえず待っとけよ。はいよ、じゃあもういいよ、とりあえずこっちも裁判です、ね。もう始めろよ、しっかり待ってるから、いつでも連絡来いよ。どうやってやるか。はいよ。来ました。これでもなんかワンチャン払うみたいになってますね。何してる。ワンチャン払うみたいになってます。払うわけないからさ、別にもらってやるよ。これちょっと住所調べてみますよ。住所調べて、本当にあんのかさっき言ってたの。分かってる、聞いた。聞いてました、聞いてました。いくら大体ねえからよ。今出てきたんですけど、うん、言った番号であったじゃん。はい、出てきたんですけど、道端っすね、なんか変なアパートです、ね、そりゃそうだろ、だってあの住所にその建物名も部屋番もなかったよ。普通都内ではビルって大体なんか番号と202とかあるの。もうその時点で怪しいんだよ、一気にやってなるじゃん。確かに変なアパートっすね。じゃあ架空のこれも住所。ただあいつらもまあでもこれ本当に世の中に結構もう俺もさめちゃめちゃメール来るよ。パソコンとか開くともうそんなメールばっか。あのビットコインで何月何日までいくら払えとか、なんかアマゾンの請求になってたり、今支払ってくださいみたいなのが来たり、銀行では メガバンクの銀行名とかでも来るよ。あ、そうなんですね、うん、だからみんなそのエッチとかエロいの系だけじゃなくて、あらゆるジャンルでこういうことを巧みな、なんか知らない慣れてない人見たらあれって思うようなのがね、つい電話して確認しちゃったらアウトになる。そもそも開いちゃダメだし、そもそもクリックしちゃダメだし、はい、そもそもかけちゃダメなんだ。もうかけちゃって今日かけろってなってるからかけたけど、はい、もうそもそもそれしちゃダメ。結局無が一番強いんだよこのジャンルの問題に関して。ついもしクリックしちゃったとしてももう全て無視。なんか心当たりないのにってことに関しては絶対対応しないでください。わかりました。じゃあ今日は胎児お疲れ様でした。そうだね、まあ胎児まで行ってるか分かんないけど、はい、行きますか。でもなんか本当にただの道端だったんで、だから行ってもしょうがないだろ。行ってもしょうがないと思う。絶対無駄足でイライラする。だったら行かなくていいから。わかりました。また寝るよ。またじゃあ電話かかってきたら小林さんに、俺がお前に今度18万1800円請求させてもらう、はい、勘弁してくださいよ。じゃあまあそういうことで、はい、お疲れ様でした。俺は今眠るから、はい、お願いします。